ようこそ三男千学館へ今回紹介する日本産の新鉱物は13種ですその中には強い放射線を出している鉱物や初めて県の名前が付けられた鉱物などもあります現在発見されている5992種の鉱物のうち日本産の新鉱物は155種で三男千学館で紹介したものは今回で3分の1の 52種になりました昆虫の場合約95万種もあり日本からも約2万9,000種が見つかっていますが鉱物は数が少ないので比較的集めやすいです動画鉱物図鑑として役立つように紹介していますので見てくださいなお標本の産地はこちらです手稲石手稲藍湯です 鮮やかなスカイブルーの中上結晶です小さいので顕微鏡で撮影します青色は同様によるものですがテルルを成分に含みますテルルを含む鉱物としてはツモ鉱、シルバニア鉱、ナギャグ鉱テルル塩鉱などを以前紹介しましたがすべて金属光沢の鉱物でした手稲石のようにテルルを含む ガラス光沢の鉱物は珍しいです和名の由来は発見地の北海道手稲鉱山です人形石人形アイトです緑褐色のタール状鉱物で化粧は見られません成分にウランを含み放射性鉱物なので放射線量を測定します測定器はケニスのガンマスカウトを使います表示は 1>, 1時間あたりの量をマイクロシーベルト単位で示します刻一刻と変化しますが放射線量は最大約5.7マイクロシーベルトで強い放射線を出しています和名の由来の人形は鳥取県と岡山県の県境に位置する人形峠鉱山のことで日本唯一のウラン鉱床としてウラン濃縮の研究が進められたところです 人形石は花崗岩類から溶け出したウラン溶液が堆積岩中に濃集してできた鉱物で原子力燃料公社の武藤忠直らによって発見されました褐色スタンでイイです。す。青黒く見える金属光沢の小さな結晶です新鉱物として記載された論文では褐色を帯びた真鍮色と表現されています。和名は、この褐色と 成分の鈴にちなみますまた王爵鉱スタンナイトという鉱物を研究する中で王爵鉱とは異なる光学的性質の微細な鉱物が見いだされ新鉱物になったというエピソードも関係しています学名のスタンノイライトは王爵鉱スタンナイトに類似しているという意味があります若林光若林ライトです オレンジエローの心情結晶が集まり、樹脂光沢で輝いて美しいです。若林港が発見された群馬県西の牧鉱山は、景観石、リアルガーやユーオー、オーピメントを鉱石として採掘していた鉱山なので、ユーオーと同じ色の若林港は心情のユーオーと考えられていました。ところが、詳しく調べてみると、ユーオーとは化学組成が異なることが判明し。 新鉱物として命名されました和名の由来は鉱山技師として奉職し鉱物コレクターとしても数多くの貴重な標本を残した若林八一郎です滋賀石、滋賀藍とです焦げたオレンジ色の六角板状結晶が花びらのように重なっていますガラス光沢の輝きが美しいです 滋賀県のいおい鉱山で発見された標本の色は黄色ですこの標本は南アフリカのヌ・チュワニング鉱山から産出したものでその産地のものは化学組成や結晶構造を再検討するために利用されています和名の由来は発見地で日本で初めて県名が鉱物名になりました都道府県名の鉱物は現在10種類ありますが シガ石が最も綺麗です。プロトフェロスエノ戦績プロトフェロスエノ・アイトです。単黄色の線状結晶です。黒い鉱物の中に、白っぽく見える、針のような細長い結晶です。YouTube 日本産の新鉱物族2で紹介した。プロトフェロ直線石プロトフェロアンソフィライトの二化鉄成分の一部が。 漫画に置き換わった鉱物です記載論文ではプロトマンガのフェロ直線石という和名でしたが命名規約の変更によって変わりました和名の由来は鉱物学者の末野茂穂です駆ドホイト電気石マグネシウムホイタイトです弾力解色の心情結晶が放射状に集合していますホイト電気石ホイタイトの鉄成分が マグネシウムに置き換わった新鉱物です新鉱物としての記載は日本人だけでなく最初に発見したカナダの鉱物学者のホーソンやセルウェイとともに行っています和名の由来はマグネシウムを意味するクドですマツバラ石、マツバライトです褐色のルチロの中に存在する小さな結晶です顕微鏡で撮影しています 日本産新鉱物のレンゲ石レンゲアイトの成分であるジルコニウムをチタンに置き換えた化学組成ですレンゲ石や松原石は翡翠で有名な新潟県糸魚川市小滝川の天石から発見されていますがこの松原石は岡山県新見市大佐山の翡翠奇跡岩から産出したものです和名の由来はストロンチウム鉱物のスペシャリストで 日本産新鉱物の発見に多大な貢献をした国立科学博物館の松原聡ですさだなが戦績さだなが愛ですガラス光沢で輝く国家色の中上結晶です新鉱物としての記載時は工藤さだなが戦績でしたが命名規約の変更で工藤が除かれましたさだなが戦績は他に 成分の異なるカリフェロ・サダナガセンセポタシック・フェロ・サダナガイトとカリ・サダナガセンセポタシック・サダナガイトがあります和名の由来は鉱物学者・結晶学者のサダナガ良一です足立電気石・足立アイトです黒色の中上結晶でガラス光沢で輝きます酸化皮膜が生じて 虹色に見える部分もあります光の当たり方によって反射光が透過光になると少し茶色っぽく見えます電気石は成分の一部が置き換わると別所になりその違いは偏光顕微鏡でないと区別できない場合があります足立電気石も肉眼では鉄電気石などとの区別は難しいです和名の由来は元高校教師で 鉱物学者となった若いコレクターを育てた足立富男です分の石、分の藍人です黒っぽい鉱物でどこにあるのだろうと思いますでも光が反射すると少子光沢といって松ヤニのような光沢で輝くので分かります液晶が顕著で剥がれやすいのでそのような部分をよく見ると陽変状になっています 赤ト,トレアイトとして産出した鉱物に疑問を感じ詳細に調べた結果新種と判明した経緯があります和名の由来は鉱物学者で新鉱物の発見や記載に貢献した運の道明です。フェリブドウ石フェリプレーナイトです。弾力色のの球状結晶が小さな衝動の中に見られます。 見た目では通常の武道石プレーナイトと区別できませんが成分に酸化鉄を含みます母岩は熱水変質ドレライトで熱水変質作用によって生じた二次的な鉱物です和名の由来は酸化鉄を意味するフェリですフェロフェリ・ホルムクイスト船石フェロフェリ・ホルムクイスタイトです 石塩の中に埋もれるように入っている卵生色の心臓結晶です小さいので顕微鏡で撮影します棒眼は加工岩でクロームは風化して茶色になっていますが主要鉱物の石英が心鉱物を守ってくれているようですホルムクイスト線石のマグネシウムおよびアルミニウム成分が 二化鉄および三化鉄に置き換わった鉱物です和名の由来は二化鉄を意味するフェロと三化鉄を意味するフェリですご視聴ありがとうございました次回は鉱物採集に出かけ鉱物採集ガイドとして体験報告を行う予定ですまた河原に落ちている岩石の種類を説明しようと思いますぜひ見てください